ユゼフ・ムイナル・チクは、ポーランド出身の元サッカー選手、サッカー指導者。ポジションは GK。1977年に、オドラオ・ポーレで選手キャリアをスタートすると、1980年に、強豪のビジェフ・ウッチへ移籍。ウッチでは2度のポーランドリーグ優勝。1983年の UEFA チャンピオンズカップベスト4進出に貢献した。 その後は海外へ活躍の場を求め、1984年に、フランスの SC バスティアを経て1986年に、ポルトガルの FC ポルトへ移籍。ポルトでは2度のポルトガルリーグ優勝。国際舞台においても1986から87シーズンの UEFA チャンピオンズカップ。翌1987年の UEFA スーパーカップ。 トヨタカップ優勝に貢献するなど、選手キャリアにおいて最も大きな成功を収めた。ポーランド代表としては、1979年2月18日のチュニジア戦で代表デビューを飾った。当初は3番手のキーパーであったが、監督のアントン・ピエチェニチェクの信頼を得て、政治意見の座をつかみ、1982年の FIFA フフワールドカップスペイン大会3位入賞。 1986年の FIFA フフワールドカップ、メキシコ大会ベスト16進出に貢献するなど、国際 A マッチ42試合に出場、9試合で首相を務めた。1989年に現役を引退すると、指導者の道へ進み、古巣の FC ポルト、ポーランド代表、アラブ首長国連邦、ビジェフウッチ、ビスワプーツクなどで、GK コーチを務めた。ありがとうございます。